こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスに白と黒以外の絵の具も使って白黒の絵を描いていこうと思います。今回は白と黒、それから紫と茶色系ですね、これらをちょっとだけ足して描いていこうと思います。入れすぎちゃった。白と黒に紫と茶色の入ったグレーなんですが、どちらかっていうと紫っぽいグレーになりました。今のところ単純に2色のグレーをこんな感じで塗ったんですが、絵の具が乾いたらその上から重ねていろいろ描いていこうと思います。ちょっとこんな感じで輪っかみたいにつなげていきました。最初にここにグレーがあって、こういう感じでいろんなグレー、白、それから黒とか、そんな感じのものを描いていこうと思ったんですが、描いてるうちにちょっと輪っかみたいのをこうやってつなげていきました。ちょっとなんかメガネみたいですよね。ちょっと今夜遅くなっちゃったので、この続きは明日描いていこうと思います。明日になると結構今とは違うアイディアが浮かぶんじゃないかと思います。では続きはまた明日。昨日はちょっと夜遅くなってしまい、疲れてあんまり頭も働くなってきちゃったんですけど、今日は昨日よりかは頭が少しフレッシュなので、もう少しだけアイデアが出ると思います。ではちょっと書いていきます。同じ白黒でもなんか別の色が混ざった白黒だとちょっとリッチな白黒に見えますよね。少しずつアイデアが浮かんできたので、忘れないうちに続きを書いていこうと思います。
最近こんな風に膝の上に乗ってくれることがなかったのでちょっと嬉しいです。絵の下の方に少しずつモチーフとか模様とかそういうものを足していっています。ちょっと上の方にも足していきたいんですけど、下の方にこういう風に描いたので上の方はもっとシンプルな方がいいような気がしています。茶色と紫が多く入ったグレーとほぼ白と黒だけで作ったグレー、その2つにちょっと分かれています。ちょっとこういう風に色味が見えてくると私はグレーじゃない色も入れたくなってきちゃうんですけど、今日は白黒っていう感じで描いているのでそうならないように気をつけようと思っています。まあちょっと色味が入ってるんで白黒の定義っていうのがちょっとどのぐらいっていうのがあると思うんですけど、まあそこまでストイックにする必要もないので、まあこの色合いで描いていこうと思います。こんな感じの絵が完成しました。タイトルはメガネをかけた人たちです。昨日この辺メガネみたいですねって言ったんですけど、まさかこれをメガネにしようとは全然思ってなかったんですが、なんか途中でここを顔にしようと思って最終的にメガネになってしまいました。前回の動画でもちょっと触れたんですが、ちょっと色味のある白と黒以外の色の混ざった白黒、なんかそういう風に描いてみたいなって思ってて、で今日描くことができました。なんか今回は紫と茶色、それから白と黒ですね、そういうの混ぜてったんですが、まあ違う感じの色でやってもいいし、かなり前に色のついたグレーを作ってそれで絵を描くっていう動画を出したんですが、その時描いた絵よりももっと白黒っていうのを意識して描いてみました。ちょっとこの辺とか茶色っぽかったり紫っぽく見えたりもすると思うんですけど、グレーを作る時に紫と茶色の割合を意図的にちょっと変えたりしてて、なんかその2色それから白と黒そういうのの調節っていうのが結構楽しかったです。結構この描き方は2色の絵の具プラス白黒なので、あんまりたくさんの色を使うのが得意じゃないっていう人にも、色合わせがすごく好きだそういう方にとっても面白い描き方なんじゃないかと思います。よかったら試してみてください。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントしていただけると今後の動画作りの励みになって嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。ちょうどこの猫を描いてる時に猫が膝のところに来てくれたんですけど、まあ座ってる時間はまあ5分ぐらいだったんですが、めったにないことだったのでさっきちょっと嬉しかったって言ったんですけど、それは嘘です。ちょっとじゃなくてすごく嬉しかったです。